杉田圭介は、X リーグでプレーした元、アメリカンフットボールプレイヤー。ポジションは 9B。身長173センチメートル、体重75キログラム。東京都北区生まれ、北海道市別郡市別町育ち。市別小学校、市別中学校時代は、スピードスケート選手、大須賀さゆりと同級生。立命館、軽症高等学校にて、 アメリカンフットボール部に入部。高校時代は、QB、で、SS、P、レッドを兼任。立命館大学政策科学部、環境開発コース専攻入学と同時に、立命館大学パンサーズに入部。大学4年生時、関西学院大学戦に怪我で、負傷退場した、高田哲夫に代わり QB を務め、チームを勝利に導き一躍脚光を浴びる。甲子園。 ボール MVP、立命館大学史上初のライスボール制覇時のメンバーの一人。2003年、朝日飲料チャレンジャーズに入団。高いセンスは見せるが、長らく、桂武志郎シ・ロの控えに甘んじていた。その後は2008年から入団した、有馬隼人のバックアップを務める。2009年シーズンからは DB に転向し、試合出場の機会を得る。 2010年シーズンでは2009年から引き続き DB をしていたが、秋のシーズンが始まり、ASQB が2戦目に負傷したため、QB に戻る。4戦目のアズワンブラックイーグルス戦で先発出場し、パス獲得ヤード100ヤード以上獲得。5戦目の松下電光戦では先に2本の TD を先行される苦しい試合展開の中、試合終了直前に、 自らの乱による TD にて一時は、逆転を演出するなど活躍したが、オーバータイムの末試合には敗れた。セカンドステージ1回戦の明治安田パイレーツ戦でも、試合終了30秒前に逆転 TD パスを、成功。セカンドステージ2回戦の鹿島ディアーズ戦では、敗れ走ったものの200ヤードを超える、パス成功獲得ヤードを稼いだ。2013年に、 IBM ビッグブルーに移籍。現在は、鳥取県米子市に本社を置く、ことぶきスピリッツに勤務し、その関連会社、順蘭の統括責任者を務めている。ありがとうございます。